四号艇杉山正樹選手にお話を伺います。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、準優勝戦はさすがの道中をやけどさばきでした。振り返って船足はいかがでしたか。ああ、はい。うんと出足、レース足はいいです。はい。はい、もうシリーズ通して、え、うん、そのような安定した船足ですか。そうですね。はい。うん、伸びはまあ人並みだけど、そこはいいです。はい。もう乗り心地もえ、乗りやすく。あ、はい。いいと思います。はい。優勝戦向きでの作業というのは。 どうでしょう。現状、もうそうですね。この辺で、もうエンジン的には、十分引き出せてるとは思ってます、うん。はい。優勝戦メンバーとの比較という点ではいかがでしょうか。まあ、あの遜色ないと思います。はい。 ええさあ優勝戦は四コーとなりました、はい、メンバーをご覧になってコース通りからそしてどんな一マークをイメージしていきましょうそうですね自力でちょっと伸びがないので攻めていくっていうよりはあの展開に乗ってっていうレースになると思いますはいもう展開は十分につける足はああ,あると思いますはい。 スタートの見え方に関してはいかがでしょう？あのー、スタート展示と本番がちょっとずれるんで、そこの修正だけしたいと思います。はい、沢村は功実績水面ですが、ご自身でもいいイメージですか？あ、そうですね。はい、<laughs> はい。それでは最後にファンの方に向けてメッセージをお願いします。<laughs> はい、あのベストをお付きします。